シークレット・ドクトリン。シークレット・ドクトリンは、ヘレナ・P・ブラバツキーの1888年の著作。日本語では、秘密教義とも表記する。彼女が実在を主張する、センザル・センザー語による、アトランティスの英知を伝える、世界最古の書物と称される、ジャーンの書の筑語訳に注釈を加えるという形をとっている。世界の各聖典からの引用も含まれている。当初はベールを剥がれたイシスの改訂版として書き始められた。全4巻の予定で1888年に分冊で刊行されたが未完。後にアニー・ベサントがまとめて第3巻が刊行されたが、ほとんどできていたという最終末期は刊行されていない。2種類の版が存在する。一方は、ポイントローマ派の出版した2巻本で、初版の復刻である。もう一方は、アディアール派によって再構成された、通称アディアール版で、ブラバツキー夫人の未発表原稿を含んだ、膨大な大冊となっている。第1巻では、宇宙の創生が、第2巻では、レムリアやアトランティスを舞台とした第4根源人種の歴史といった人類の起源と進化について記述している。これらは、秘教的な学校で極秘裏に伝えられてきた知識で、霊的なシモリアとクート風味がオカルト的な方法で、ブラバツキーに伝えたとされる。種本である、ジャーンの書はKiu-teというチベット仏教タントラであるという意見もあり、また当時の西欧で流布していた。様々な仏教の知識や文献の寄せ集めに過ぎないとも言われている。当時鎖国していたチベットでスパイ活動をしたチャンドラダースがチベットの経典類を大量に持ち出しており、ヘンリー・スティール・オルコットはダースに面会してこれを見ていた。人類学者の杉本義雄はジャーンの書が実在するにしてもしないにしてもシークレット・ドクトリンの背景に官庁ダースの働きがあったのは間違いないようであると述べている。ダースに経典類を渡したとして、チベットの高官センチェントゥルクは公開鞭打ちの上流刑になり、チベットの鎖国は一層強化された。本書に叙述された人類史、根源人種論は古代ヒンドゥー教の影響が見られるが、かなり独創的な思想であり、ルドルフ・シュタイナーの赤砂年代記よりやランツ・フォン・リーベンフェルスの神聖動物学などに影響を与えた。ブラバツキーはニューエイジの外も考えられており、岩本道人はシークレット・ドクトリンは思想的影響から見て計り知れない大著であると評している。同時に、そこでブラバツキーが用いた不可視の超越者の介入と想像力の無限の活用という手段が20世紀のポップオカルティズムの氾濫の素地となったことも指摘している。ありがとうございます。